ヌフシャトは、フランス、グランテスト地域圏、ボージュ圏のコミューン。ヌフシャトは、ムーズ川とムーゾン川が交差し、ボージュ平野を見下ろす位置にある、小さな町である。シャンパーニュ地方に向かって開けており、A31 や、高速道74号線、メス、ナンシー、ディジョン、リオンへ向けた路線が通るフランス国鉄の駅がある。単に音声学上の類似において、 様々な歴史家たちが、ヌフシャトはタブラ・ペウティンゲリアナに乗っている、古いローマの駅、ノビオマグスであると誤ってみなしてきた。一方、他の作家たちは、ノビオマグスが、ニジョンとポンピエールの間にあったとしている。ローマ時代のヌフシャトは、リヨントリーヤカンに通るローマ街道沿いの、市場町であった。ロレーヌコジェラール一世の子、ティエリー二世時代の11世紀に城が建てられ、 その名がノブム・カストルムであることが我々も確認できる。ヌフシャトはロレーヌではなくシャンパーニュに位置している。実際、1220年、ロレーヌコーマチュ2世はトロワハクヒブランシュと彼女の息子であるシャンパーニュハクティボー4世に敬意を払い、ヌフシャトにかかる手数料を納めていた。ヌフシャトはロレーヌ有数の歴史の古い町である。 ロレーヌ・コーマ中二世は、住民が、大議員13人を選び、その中から首長を選出する権利を含む検証を1321年に、授け、ヌフ・シャトーは、ロレーヌ公国最初の検証自由都市となった。これについては、シャンパーニュ博も認証していた。ヌフ・シャトーは、ロレーヌ公国と、フランス王国間の紛争を解決するための、定期的な会合の主催地であった。 1545年、ロレーヌ公妃、クリスティーヌ・ド・ダヌマルクは、広国の全体議会を、ヌフシャ島で開催した。ヌフシャ島の防衛施設は、最小利主流によって破壊された。1766年に、ロレーヌ公スタニスラスが死ぬとフランスは、ロレーヌ広国を吸収した。フランス革命後には、ヌフシャ島は、軍庁所在地となった。革命期の地名は、 ム,ゾンムーズであったナポレオン戦争、不服戦争、第二次世界大戦で、ヌフシャトは繰り返し外国の軍勢に占領された。1940年6月19日、戦争捕虜となっていたフランス軍人たちが、ヌフシャトにおいて、ドイツ軍によって殺害された。M.J. ムートン、ノビア・メーガス・でテーブルズ・でピューティンガー、アナール、ボリューム13パーソシエテ、D ・ エムラシアンジュディパルチマンでボーイシュールグーグルブックス。ページ324シェック、R、ユヌゼゾンノワール、デマサカーズでタイヤやラーズセメガレ。マイジュイン1940、パリ、タレンディア、P77。ありがとうございます。